こんにちは。中村孝之です。はい、僕たちはね、夫婦で長野県の佐久市に住んでるんですけども、今回は、諏訪に遊びに来ました。はい、小町さんと、長鳥さんの、ね、コラボ企画で、はい、諏訪に来たわけですけども、ね、諏訪といえば、はい、何でしょう。お酒と温泉と、うん、あとやっぱり諏訪大社、うんうん、ね、いろいろありますね。ありますね。あんまりさ、あの諏訪に来ることはないので、今回ちょっとね、楽しみだね。はい、ね、いろいろ散策してみようと思います。はい、早速、あの霊人酒造さんに来てますので、早速お邪魔してみたいと思います。では行ってみましょう。よし、行こう。おお、すごいですね。見てていいですか。あ、どうぞ。一応この建物が1789年の寛政元年にできた。で、今から200年ちょっと前。かなり よく言えば趣のある。いや、趣あります。バロック言うと腰だね。いやいや、そんな感じの建物。あ、そこありますね。そうですね、ここは蔵が霊人という蔵なので、大体霊人という名前がついて、その中でいろいろな種類があって、あれも大吟醸とか純米の大吟醸。濁り酒とかもね、いいよね。ね、これだ。さっきね、あ、七味のダンス。長野のことで有名なの、八代園さんとコラボ。はいはいはい。ね、言ってたね。じゃあこれにしよっか。これ、日本酒これにしよっか。うん、うん、なんかすごい雰囲気がいいっていうかね。そうだね、うん、多分諏訪大社もあるからだろうね、うん、あ、ここも酒蔵感。あ、これも酒蔵ね。あ、そうかも、そうかも。酒蔵じゃない。お手湯だって。お手湯だって。ね。お手湯って何？足湯ならぬお手湯。お手湯でしょ。あんまないよね、お手湯ってね。ね。江戸時代の上諏訪温泉。じゃあもう江戸時代から温泉が有名なんだね。せーの。あ、気持ちいい。気持ちいい。なんか、あったか。あったかいね。ちょうどいい温度。いい温度。わ、これ気持ちいいな。これ冬でも嬉しいかも。確かに ね。ちょっと寒いという時はもうここに来て、うん、お手湯。お手湯して、ね、温まってね。うん、いいね。あ、この雰囲気すごい好き、うん、あ、お腹すいたね。お腹すいたね。今日はここです。泉屋さん。泉屋さんで昼食を食べましょう。味噌天丼という名前ですね。よし、行ってみよう。見よう。すいません、これメニューにこう味噌天丼って一番上にあるんですけど。はい。これ有名なんですか。そうなんですよ。あの、諏訪って本当に美味しいものがいろいろあるんですけど、はい、なかなかあのお料理として、うん、こうクイッと押せれるお料理がなくって、で、ちょっとこれは本当に16年前になるんですけど、うん、諏訪の美味しいものを一緒に集めたお料理を作ろうということで、うん、いろんなお店と一緒に作ったのがこの諏訪の味噌天丼になります。じゃあ、はい、お野菜も
そうですし、お味噌もそうですし、はい、そうですね、じゃあこれにしようかね、はい、ね、これでじゃあこの味噌天の2つ、はい、ありがとうございます、ご用意します。はい、こちら味噌天丼のご飯の、はい、味噌だれが今少しかかってます。足りないようでした、この味噌だれはのお好みでかけて召し上がって。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この大葉かな、ね、大葉美味しそう、うん、いただきます。いただきます。うん、うん、この味噌だれ美味しい、うんうん、初めて味噌だれの天ぷら食べた。ね。うわー、美味しそう。うん。うん、うん、これ追いだれ美味しい。きのこもうまい。今旬だから。ね。ありますね、はい、すごい建物は立派でしたけど、はい、こちらで作ってらっしゃる、はい、あ、そうです。あ、はい、一応建物はですね、はい、これ創業がここは1916年と、もう大正の5年で106年ですかね、はあ、経つんですが、まあ、一応ここもですね、この建物自体の登録有形文化財に指定されている建物です。でお味噌はもうちょっと奥の方で製造はしてます。確かに好きなのか、味噌感が好きなのかで変わるんですけど、こちらは味噌感かな。味噌感が好きです。スリップじゃない。そうだね。ね。うん、ね、マペット、マペット、マペット。フィギュアとかもあってね。誰がこんなとこに集めたんだろう。でも時が経てば経つほどさ、うん、どんどんこう、良くなる。レトロな、レトロに僕に良くなってる。カフェだ。じゃちょっと休憩するか、うん、ね、めっちゃおしゃれだね、うん、雰囲気すごいね、うん、かわいい、入ってみよう、うん、入ってみよう。あ、なんかかわいいお席が、あら素敵。コーヒーのホットでお願いします。花火上がるらしい。あ、そうなの。ね、そう。見に行こう。ね、暗くなったら見に行くか。うん、ね、はい、楽しみだね。花火ね。ね、秋に花火見れるって珍ね、今日は諏訪の旅、うん、ね、どうでしたか。いや、めちゃくちゃ楽しかった ね、 ね、諏訪すごい好きになっちゃったね、うん、諏訪いいよね、うん、もうさ、温泉でしょ、まずそうだね、温泉もあるし、
なんかお味噌もすごい良かったじゃん。そうね、でなんか雰囲気がさ、すごいレトロな雰囲気もあって、うん、でも活気づいてるし、うん、ね、良かったね。良かったね、うん、これまた絶対来るね、これね。来る。俺たちね、今日は美味しいお酒を飲んで、うん、温泉に浸かって、うん、寝よう。ね、最高だね、うんうん、すごいいい旅になりましたね。はい、はい、というわけで皆さんも諏訪にぜひ遊びに来ていただきたいと思います。はい、おすすめです、はい、それではバイバイ、さようなら。